ナッシュビルの戦いは、南北戦争の大規模な戦いが続いた、西部戦線の終わりを告げるフランクリン・ナッシュビル、方面作戦の2日間にわたる戦いである。1864年12月15日から12月16日に、テネシー州ナッシュビルで戦われ、南北戦争の北軍による最大の勝利の一つになった。 この時まで南軍では2番目に大きな軍隊だったテネシー軍は実質的に破壊され二度と戦うことはできなかった。11月30日の第2次、フランクリンの戦いに続いて、北軍ジョン・マカリスター・スコフィールド少将の部隊は、テネシー州フランクリンを離れ、ジョージヘンリー・トーマス少将の指揮するカンバーランド軍と共に、 ナッシュビルの防御工作物の中に集結した。トーマスは、カマウガの岩とあだなされ、約5万5千名に及ぶ全軍を指揮した。北軍の防御船は、フランクリンのものと全く似ていた。ナッシュビルの東西に南を向いた、半径1マイルの半円を描いて取り巻いており、北は、カンバーランド側に接していた。この前線の時計周りに、 ジェームズ・スティードマンの師団が、左翼、スコフィールドの第23軍団、トマス・ジェイ・ウッド巡将の第4軍団及び、アンドリュー・ジェイ・スミス少将の第16軍団が並んだ。ジェームズ・エイチ・ウィルソン巡将の騎兵軍団は、川のすぐ北に駐屯した。南軍ジョンベルフッド中将のテネシー軍は12月2日に、ナッシュビル市の南に到着し、 市内にいる北軍に向かい合って着陣した。フット軍は北軍の防御が施された陣地を攻撃できるだけの兵力ではなかったので防御の姿勢を選んだ。フランクリンで行った自殺的攻撃を繰り返すよりは残豪にこもって待ち、トーマスが攻撃してくることを期待した。そうすればトーマス軍が南軍の残豪戦を襲った後で、 反撃して、ナッシュビルを占領できると考えた。南軍の前線は、北軍の前線の南東に偏って面していた。右翼から左翼に、ベンジャミン・ F チーザム、スティーブン・ディーリー及び、アレクサンダー・ピース・チュワート各少将の軍団が並んだ。ネイサン・ベッドフォード・フォレスト少将の騎兵隊は、死の南西に離れていた。トーマスの軍隊の方が大きな勢力だったが、 フッド軍を甘く見ることはできなかった。南軍はフランクリンでツーダを被むってはいたが、テネシー軍の存在そのものとそのミサオ軍能力は依然として脅威だった。トーマスは攻撃しなければならないことが分かっていたが、慎重に構えた。特に勢力的で若いジェームズ・エイチ・ウィルソン准将の騎兵隊の装備に注意を払った。 トーマスが動き出すまでに2週間を要したために、エイブラハム・リンカーン大統領とユリシーズ・グラント中将は、フッドが北部侵攻の備えをしていると予測して、大変心配になった。グラントは後にこの時の状況について、私がフッドならば、ルイビルに進んで、さらには遠く北のシカゴまで行ったろうと言った。リンカーンは、のんびりした将軍に我慢ができず、 この状況を、これは何もせずに、南軍にこの国を襲わせるままにするマクレランや、ローズクランズの戦略に似ていると述べた。グラントはトーマスに行動するよう圧力をかけたが、激しい氷のような嵐が12月8日に襲い、両軍とも要塞化もできなかった。数日後、グラントはフッドが、トーマスの手をすり抜けてしまうと考え、副官を送って、 トーマスを指揮官から解任しようとした。12月13日、ジョニー・ローガン少将がナッシュビルに向かい、そこへ到着した時に、トーマスが行動していなければ、指揮を変わるように指示した。ローガンは12月15日までに、ケンタッキー州、ルイビルまで進んだが、その日に、ナッシュビルの戦いがついに始まっていた。トーマスはついに12月15日、 その要塞から攻撃のために出てきた。しかしその前にフッドは恐ろしい誤りを犯していた。12月5日、そのネイサン・ベッドフォード・フォレストが指揮する、騎兵隊の大半を送り出して、マーフリー・ズバラの北軍守備隊を攻撃させた。このことで、フッドの弱かった軍隊が、さらに弱くなった。12月15日に北軍が動き出した時は4万9000名の、軍勢であり、 南軍は3万千名に過ぎなかった。トーマスは南軍を2段階で叩く作戦であり、最初のものは、実は二次的なもので、南軍の右翼側面を、スティードマン隊で攻撃するものだった。主力は、南軍の左翼を、スミス、ウッドおよびエドワードハッチ事将の部隊で攻撃する、考えだった。スティードマン隊午前6時に攻撃し、 南軍の右翼チーザム隊をその日の間、縛り付けておくこととされた。主力部隊は夜明けに進発し、左回転して、ヒルズバラパイクに並行した線に進んだ。正午までにパイクまで到着し、ウッド隊が南軍前線の中央に近いモンゴメリーヒルの前哨基地への攻撃を準備した。フッドはその左翼への脅威を心配するようになり、リーに。 スチュワート隊に援軍を送るよう命じた。ウッド軍団は、サミュエル・ビーテ巡位師団の勇敢な突撃で、モンゴメリーヒルを占領した。午後1時ごろ、フット軍の前線には、スチュワート隊の前に突出部があった。トーマスはウッドに、この突出部を攻撃するよう命令し、スコフィールドとウィルソンに支援させた。午後1時半までに、 スチュワートのバイクに沿った陣地は維持できなくなり攻撃側が圧倒した。スチュワート軍団が崩れグラニーホワイトターンパイクの方に撤退を始めた。しかしフッドは夜に向かってその兵を再結集することができ翌日の戦闘に備えられた。ウィルソンの北軍機兵隊はその機兵の多くが下馬した不評として攻撃に加わっていたために 南軍のターンパイク上での動きを邪魔するだけの戦力を投入できなかった。疲れ切った南軍兵は夜の間残豪に閉じこもって北軍の到着を待った。ブレイントウッドヒルズの新しい前線はシャイズヒルからオバートンヒルに伸びており南軍にとっては2つの主要対脚路であるグラニーホワイトパイクとフランクリンパイクにかかっていた。 フッドは右手にいたチーザム軍団から部隊を左手の補強に動かした。初日の戦いは北軍が南軍に対して持っていた戦力の優勢をそのまま使った単純な形だった。例えば南軍の戦略的前哨基地は148名の兵士と4門大砲で予想以上に抵抗したが北軍は28門の大砲と7000名の兵士を編成して 攻撃をかけた。12月16日は、北軍が、フッドの新しい防御線に対する配置につくために、午前の大半を使った。トーマスは2段階の攻撃を考えたが、実際には、フッド軍の左翼に集中した。スコフィールドはチーザム隊を交代させ、ウィルソンの騎兵隊は、南軍の後方に回り込んで、フッド軍にとって唯一残された、撤退路である。 フランクリン・パイクを塞いだ。正午、ウッドとスティードマンの部隊がオバートンヒルのリータイを攻撃したが成功しなかった。左翼では、ウィルソンの下馬した騎兵が前線に圧力をかけ続けた。午後4時、スカイヒルのチーザム隊が三肩からの攻撃を受けて、崩壊し後方に逃げ出した。ウッドはこの機会を捉えて、オバートンヒルのリータイに対する攻撃を再開し、 この時は勢いが勝った。暗闇が訪れ、激しい雨が降り出した。フッドは暫定を集め、南のフランクリンに向けて撤退した。ナッシュビルの戦いは南北戦争の北軍にとって最大の圧倒的勝利の一つになった。南軍では2番目に大きな軍隊だった手強いテネシー軍は実質的に破壊され二度と戦うことはできなくなった。 フッド軍は3万名以上の勢力でテネシー州に入ったが1万名足らずとなってテネシーを離れた。フッドは勢力的に大きく負けてはいたが勝利のためにうってつけの時にその勢力を集中できたトーマスの同卒力によって打ちまかされた。例えば展開点となった南軍左翼のシャイズヒルでは4万名の北軍兵が5000名の南軍病を攻撃して 改装させ、この戦争でも最悪の敗北を与えた。北軍はフット軍の追撃に移った。雨が南軍にとっては幸いとなり、北軍騎兵隊の追撃を遅らせ、フォレスト隊が12月18日にフット軍に合流して退却する軍隊を遮変した。この追撃は、 打ちのめされたテネシー軍が12月25日にテネシー側を再度渡って戻るまで続いた。フォレストはクリスマスイブのアンソニー・ヒルの戦いで追撃するウィルソンの騎兵隊を撃退した。ラッシュビルの戦いで事実上テネシー軍はその行動を止められた。歴史家のデイビッド・アイヒャーはもしフッドがフランクリンでその軍隊に致命傷を負ったとすれば 二週間後のナッシュビルで殺していたことだろうと表現した。フッドはその部下や兵士たちの総崩れを避難したものの、フッド自身の軍歴も終わった。フッドは軍隊を連れてミシシッピ州中ペロに戻り、1865年1月13日には指揮官職を辞任し、その後や戦指揮官の任務を与えられることはなかった。ナッシュビルの戦場は、 南北戦争の中でも広大で、ナッシュビル南部を呼び、西部のほとんどを占めている。現在のグリーンヒルズ、フォレストヒルズ、オークヒル、リップスコム、ブレントウッドのあたりが当時戦場の中心であった。20世紀初頭、ナッシュビルに国立戦場跡地の設立が検討された。北部に乾杯した南部の住民である有力者たちは、この計画に興味がなく、 支持者が少なかったために頓挫した。そのため、ジョージア州、アトランタなどのように、ナッシュビルの戦場跡はほとんど残されておらず、1864年の出来事を解説しようという国、州あるいは、市の公園や、博物館もない。しかしながら、この戦闘は記憶され、ネグリートリでトラベラーズレストプランテーション、テネシー州博物館及び多くの道端の、 歴史標識で戦場跡を伝えている。第一次世界大戦から数年後の1927年、ナッシュビルの戦い記念碑は、婦人戦場協会に委任された、彫刻家のジュセッペ・モレッティにより建造された。この記念碑は、北軍南軍両軍の兵士たちの栄誉を称え、国家を祝福するものである。1974年、竜巻で大きな被害を受け、 1980年代には、週刊高速道路の建設のため敷地が狭まり、65号線と440号線の大規模なインターチェンジを見下ろす形になった。1999年、この記念碑は、グラニエホワイト通りとクリフトン通りの交差点にある、ナッシュビル線上跡公園に移転された。ミネソタ記念碑1920年、ミネソタ州が、 ナッシュビル国立墓地に、ここに埋葬されたミネソタ州兵士の栄誉を称えるための巨大な記念碑を建立した。ミネソタ州は南北戦争の戦闘の中でも、ナッシュビルの戦いにおいて最も多い死者を出した。合衆国有色軍記念碑2006年、有志の市民団体がナッシュビル国立墓地に、 ここに埋葬されたアメリカ合衆国有職軍の栄誉を称えるための記念碑を建立した。ここに埋葬された兵士の多くがナッシュビルの戦いで亡くなった。シャイズ・ヒル記念碑ナッシュビルの戦い保存会により、シャイズ・ヒル周辺で戦った両軍の栄誉を称えた記念碑が建立された。アメリカ合衆国旗、南軍旗、ミネソタ州旗の3つの旗が掲げられている。 2014年11月16日、ミネソタ南北戦争記念部隊とナッシュビルの戦い保存会によりナッシュビルの戦いに参加したミネソタ連隊の栄誉を称え、坂に同票が設置された。ナッシュビルの戦い保存会によるセルフガイドのドライビングツアーのパンフレットがダウンロードできる。また、ナッシュビルの戦い保存会によるガイドツアーが有料で行われている。 ありがとうございます。